はい、ということで、今日はですね、この前のセブンティーズの、動画の流れで、まあ、今日はエイティーズ編みたいな感じで、まあ、エイティーズに、まあ活躍したアーティストをちょっと紹介したいなと思うんですけど、ここはちょっとむずくてな、エイティーズ、セブンティーズでも活躍してたりするから、でこの前セブンティーズで入れてなかったから今回こっちで入れてるみたいなもんちょっとあるんで、もちろんそのセブンティーズでもビッグチューあんねんけど、まあ、今回は80年代で選んでるみたいなアーティストもいるんですけど、まあとりあえず、80年代に、まあ、かなりビッグチューンあったんじゃないですかみたいなアーティストを、ちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ一人目はですね、もう師匠ですね、シュガーマイノット、まあ、このアーティストはもうさ70年代からやってるんですけど、80年代に結構ビッグチューンめっちゃ出してるんでね、お前80年代枠に入れました。じゃあとりあえずどんな感じか聞きます。アリーカンシュガーマイノットオリジナルダンサーキングキックイットオフライカーバールリッツスパイダーソングバイファーリー。ヘイ、オメテレフセイセイリッツスパイダーウィデイリッツスパイダージョスアキンソンロンデヘイリッツスパイダージョスアドソンロンデ。For me say see de, see de, see de, red spider just a kill them. Say red spider just a dust them. はい、ほんで言い忘れたけど、またこれも概要の方にアーティストページ貼ってますんで、アーティストページ飛んでもらって、まあいろいろ楽曲チェックしてもらったらいいかなと思います。はい、でまあ今のがシュガーマイノットですね。野良人間でも出てきたアーティストですね。はい、まあぜひチェックしてください。そうです、聞いたことある人もおると思う。んでもちろんこれとかも聞いたことあると思うっす。次はね、フランキーポール、まあ、このアーティストは結構いまだに俺もかけまくるから知ってるんちゃいます。スキップバルドゥン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 レッツパイダーデンボーチャーアジュリドゥプディ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 オーオー。Well, it's original Red Spider with a man called Junior Silver King Paco Kuro. And the wickedest thing that's ever played by any turn table. The original Gwen Gwen's a Frankie Dance Hall part. Step up fast! Aston, root track! We're in the house like this. FP's in the house.You know it's all good, red spiders in the house. Yeah, yeah, you know it's all good. Yeah! って感じですわ。はい、まあハードタイムでは結構もうレギュラーでかけてるね。はい、フランキーポールも結構いっぱいかかると思うんで、フランキーポールのアーティストページ飛んで、いろいろ聞いてみてください。まあフランキーポールの場合はね、90年代にも結構ビッグチューン出てますから、まあそういう感じで聞いたらおもろいかもしれないですね。で、ちなみにさっきのシュガーマイノットも、このフランキーポールも、でもなくなってるので、まあ新曲みたいなのはちょっと出てこないんですけど、まあ名曲は山ほど残ってますんで、ぜひチェックしてみてください。次、まあこれもね、鉄板なんですけど、バルドン・リービー。これはもう外せへんでしょ。My sound, Red Spider giving them some problems, not problems, problems. And my sound, keep giving them problems. But Red Spider, keep giving them problems. We kill sound with it, we murder no sound with it.Yes, now. Wow. はい、バルドン・リービーです。結構日本人バルドン・リービーめっちゃ好きやんな。好きなイメージ多いイメージやねんけど、俺結構バルドン・リービーもめちゃくちゃあるから。で結構ね、ファンデーションナイトとかではやっぱヒア・アイカムとかアンナミ戦士とか、まあ、結構あるやん、その鉄板が。
なのでかかる率高いイメージなんでね、まあレゲエ興味ある人はこういうのも聞いても面白いかもしれないです。はい、じゃあ続いてはこのアーティストも、先日日本来てましたけど、 DJ のキングって呼ばれてますよね。はい、キングオブダンスホールみたいな感じですかね。まあ、この人も 80s にかなり活躍したアーティストですね、イエローマン、レッドスパイダー、テレビです。ドープチョコクラスティバーダー、Spider of the man order, not a mercy. Upstairs, red spider and yellow is here. Down the lane, everybody just a ball out with name. Whoa! On the street, red spider, ah, you a sound sweet. You know why? Red spider went kill a sound in the evening. Hi, まだね現役でやってますから。この前見た人もおると思うねんけど、知らん人もおると思うんですけど、結構俺もかけますからねこれ、イエローマン。いまだにぜひ知らん人はアーティストページでいろいろ聞いてみてください。じゃあどんどん行っていい、はい、次はねこれね、初めてファンデーション気になって、これファンデーション嫌いやってん、昔古臭いみたいな。ただねこのアーティストから結構ねあファンデーションいいかもって思い出したアーティストです、ハースバインド。 Just when the town I tell the people, yeah, Red Spider coming your way night and day, rubber double play, yeah, this is I have fine to present in Junior, let them know something like that. まあこれハーフパイントね、まあ、ハーフパイントも結構これむちゃくちゃあるからだ、この人もアルバム曲、結構日本じゃグリーティングスとかはまあ鉄板でみんな知ってると思うねんけど、他にもね結構名曲めちゃくちゃあるんでね、ぜひちょっとハーフパイントも聞いてもらえたら面白いかなと思うっす。じゃあ次最後どうする、80年代最後、最後これも結構迷うねん、いやいっぱいおんねんほんまに。で DJ イエローマンしか入れてないし、まあ、他にもねジョジーとか、まあ、いっぱいおんねんけども、やっぱジョニー・オズボンかな、まあ、ジョニー・オズボンですね。で分かりやすく、メドレーでちょっと俺をかけますね。A red spider in a glass by itself. A red spider in a glass by itself. But then I've been dancehall godfather. You don't know the sound original. Roughneck Foundation song. Red spider can only be played by Red Spider alone. Miss Osborne says so. Hear this. But let me hear you say, oh wah 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 cha la la, oh wah cha la la la. A red spider in the area. But let me hear you say, oh wah wah.Red spider in the area. Hear this. Say none of them no sound like red spider. None of them no sound like we. Don't you hear that? None of them no sound like red spider. None of them no sound like we. Murderer. はい、みたいな感じで、まあジョニー・オズボンはね日本人大好きですね。まあ日本でかかる率ね結構トップ3ぐらいに入んちゃう。多分ファンデーションアーティストで。ぐらい大好きな人多いんで、それこそブルバイブルバイおーおーとかあるやんか、あれもまあみんな絶対聞いたことあるやん、あれでもジョニー・オズボンやし、これもアーティストページ飛んでもらったら、あこれもこれもってなると思うんで、チェックしてください。まあこの人は90年代も結構ね活躍してますんで、知ってる歌多いと思うっす。はいはい、ということでこれで6人、あとココティーはとか多分言うてるやつ絶対おるやろ。いや思ってん、俺やりながら思ってんいやいやもうちゃうで、フレディとかもまあいっぱいおんねん、ちょお前ごめん、とりあえず今回はこれ第2回とか第3回とかやりましょうよ。はい、ということでまあ今日はこういう感じで、80年代、
のアーティストですね。まあ他にもまだいっぱいいてますんで、とりあえずここから入ってください。アーティストページ入って貼ってますんで。じゃあ次は90年代またやりますんで、まあその時まで待っててください。はい、ということであざした。耳の穴かっぽじて聞きな、ウィアサバイ